トミカじゃなくてマルカだった。いや、やっちゃいました。基本的にトミカを取り上げるつもりだったのに、これめっちゃ安かったんで、てっきりトミカだと思って買ったら、はい、わかります、こんなでっかいの。でもせっかくなんでご紹介していきますね。今回ご紹介するのはマルカドライブタウンハイゼットトラックで、ほんと申し訳ない、僕はこのマルカさんって存じ上げなかったんですけど、なんと1962年創業と超老舗。そしてこのドライブタウンこそマルカ社の目玉商品のようです。ちょっと開けていきますね。中にはなんかこういう厚紙とドライブタウンコレクションのパンフレット、いや、めちゃめちゃ種類があるみたいですね。そしてこれが本体、トミカと違ってプラスチックなんですけど、はい、結構よくできてますよね。これどちらかというとデフォルメされてるそうなんですけど、結構リアルに感じませんか。でこれただでかいだけのミニカーではなくて、プルバックミニカー、そう、ゼンマイ仕掛けで自走します。あ、ちょっと待ってください、前回ご紹介したこれ、これを荷台に乗せると、あ、めっちゃいい感じ。はい、それではマルカとトミカの勝手にコラボ、じっくりご覧になってください。はい、どうでしょうか。結果僕これめっちゃ気に入りました。このままディスプレイして飾っておきたいと思います。今回ご紹介した商品、説明欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。ではまた次回、カジマクでした。